すごい、こういう体勢でね。あ、新しいメガネ買ったんだよ。ふざけたメガネ買ったんだ。買ってもらったんだけどな。これ結構重要なんだよ。俺は働いてないから俺の金じゃねえんだ。これは親がね、汗水もしくは血を垂らしてね、頑張って稼いだお金をね、俺がね、そのふふんと湯水のように使ってるんですが、まあ、そのお金です。これふざけたバージョンね。これね、あの、ショートテンプルメガネって言うけどね、これつけてみてね、良かったかなって思うと、何一ついい点はありません。これつけてヘッドホンやろうかなって思ったけど、全然ヘッドホンにぶつかるし、で外れるし、こうやって。ふざけんなよって思いながらね、あの、良さがなくなったし、あと、まつげがこのレンズにすごい当たる。もうね、むちゃくちゃですよ。わかってるさ、態度が悪いんだろ、態度悪い、態度が悪い。ここから。もう空中殺法ですよ、僕は。すごいやりづらいな。いいや、ここにするわ。中腰きついな。いや、もうこれでいいか。あ、もうこのメガネうぜえわ。まあ、これもうギャグ用でね。まあいいか。面白いから。またふざけたメガネ買いましたね。いや、ショートテンプラふざけてるだろ、こんな。でもそんな面白くないんだよな、C って言うなら。なんかウルトラマンセブンのメガネみたいな。なんだっけ、ウルトラマンセブンのウルトラアイか。目じゃねえのにな。まあ、こっちもふざけてるメガネなんですけどね。うわ、あ、目の度数がバグってるから全然見えねえ。瞳を閉じれば眠れる。ドリフの大爆笑。でで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 トゥルトゥルトゥル。腰痛いからやめよう。これでみんな笑ってくれるかな。いや、笑ってくれないよ。ああ、もう何でもいいから、俺のこと面白いって笑ってほしいわ。しっかりとリアルでね、現実で俺のこと面白いって言ってくれて、本当に面白いと思ってて、俺、ああ面白い、笑っちゃったって言って、本当に笑ってほしい。なんかもうすごい。それでお金くれ。ああ、お金欲しい、お金欲しいよ。もし俺のスーパーチャットが解禁されたら、もうみんなからバンバン集金しよう。ドリフの大爆笑。ドンツ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 ドンドゥ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 ダダヌヌダヌヌヌダヌヌヌディンダヌドリフハイボール。タタ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 。わかんねえ。なんかあそこにあるみたいだね。なんもないけどねって言ってね、なんか死神がこっち覗いてたらどうします？どうします？こういうこと考えなきゃいけないと思う。やっぱね、未来、こういうことが起きたらね、どう対処するか分かんないと思うんですよね。その時のためにもね、やっぱちょっと考えてるだけで全然違うと思う。だから考えてみよう。せんべい踏んでた。あー、すごい疲れんな。このメガネいいや。こんなふざけたメガネ、もう、3度とつけねえよ。まあ、3度っていうたびに1回ずつ増えてるからね。二度とって、二回目つけないじゃん。三度とつけねえよって言った次の二度目。二度目で三度と、そっからまた延長されていくから。で、二度とって言って、この次の次日はつけないんで、三度とつけねえよって言ったら、そのずーっと延長されていくんだよ。二回目使ったら、こっから一回でリセットされて、三度とつけねえよって、次二回目つけて、それが1になって、それが2で3で、それが次行ったら、今度はこれが1になって、その次が2で、その次が3だから、もう永遠につけれるんだよね。そういう理論。くそ！本当に怒ってる人だ。あー、おしっこ小便してくるわ。バイ。
どうもすごい、全然チンポジを堂々とね、あの直す人です。あ、チンコ大丈夫かな、かゆっチンコ。これがポルノコンテンツって言われたらもうどうしようもねえな。ということでね、炭酸水を作りに行ってくるので、一旦皆さんではね、ここでお別れです。また会えたなら仲間と呼んでくれますか。呼ばれません。